に本切りましたね。あの一本入りました。で投資中ですね。これを下なんだけど、また下下がって上がっちゃったんですね。で売りで売りでやってます。こうシグナルどうですね。このシグナルというか、ハイリターンで生きてますね。それとこちらもハイリターンでね、このハイリターンでました。あのシグナルもあるんですけどね、これシグナルが出てここで計算してると平均値ですね、勝率。ハイリターン、ローリターンですね。これ分析されて、この幅ってのは、理想をね、出してます。このハイリターン、ローリターンのからね、エッジ RSI がね、76対24、買われすぎですね。15サイクルの76のアップがアップですね。以上だと入る。24だと下でね。入るということですね。この線を抜けてからね、ということですね。で抜けてもこれあのやってもずーっと何回もシグナルがダブルシグナルが来ることあるんですね。だからここのとこズドズドと負けてこうと落ちてるわけですね。ひどい時には連続でねドローっと来ちゃいますから、これには注意しないといけないですね。これにはないみたいですけどね。打っていくってもんじゃないです、こうシグナル出て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 るわけですね。実際このリターンだと負けてるわけですよね。2レンジ以上ですからね、これね、2レンジ以上ですからね、注意しないといけないね。1レンジで勝負しないといけない。100で勝負しないといけないのかもしれないね、これね。レンジ見ると平均値が174だっていうことですね。ピップス。こっち見てくれな。こっち行ってないのかな。これ123でピップス。落ちてくれればいいんですけどね。ここ入りたん、これだけ来てないんだな。これ以外全部入ったんですね。シグナルが出てます。あ、これがあったか。そこダメか。このインジケーターも最高ですよね。このインジケーター最高ですね。これ鳴らしたらまた1万ドルにしていきます。今1000ドルを複数ですね。こういうのね、これは大きく負けてるわけですよね、このシグナル。ここで出てね、ローリターンに来て、こうですからね、こう何個打ったかって、ここ全部打ってって勝ててるかということですね。2個レンジだから、どんどん負けちゃってるんですね、これね。ここだけですから、勝ってるの2つだけですから。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12個。12対2だからもう10本負けてるわけですね。これは2本ぐらいしか勝たないから、タイぐらい、タイでしょ。これは全部勝てるわけですね。これも2レンジだから、これも相当マーケットですね。
これは勝ってるよね。この2本で1個だけ勝ってる。こうシグナルが出て、またシグナルの点が出た時ですね、追加シグナル満品に、これは打つかどうかは分かんない、これ1本で負けてやめとくかということですね。大体これずっとやめ、一歩打ったらやめとくんですね。これも一個打ったらやめとく。ね。一個打ったらこれ負けだけでやめとく。ね、これで打っときゃ勝ってるわけですからね。ということですね。